と、てか、もっと投げたいでんな。あ、オッケーです。もっと投げますわ。うん。ちょ、もうちょい、それ、手首良すぎるな。前ジャンプしても後ろに投げるとか、こいつ、この感覚、この勝ち方をして、これ、剣はこれやから。オッケーです。ちょっと俺、性格良すぎましたね。あのね、2回投げるの大事だから、剣は。オッケーです。ハイジさん、俺、性格良すぎますかね。まあ、もっと投げた方がいいな、そう。オッケーです。うん、お邪魔します。はい、お疲れ。MR は、どう？なんか1600って感じですね。なかなか1700いけない、また。あの、一回いけたけど。前いけたのにマジいけんすわ。まあ、とりあえず、ランクで勝てるようになりたいよな。まあ、間違いないですね、それは。うん、なんかゼロストのやっぱスタイルやと、うんうん。やっぱ積み重ねで強くなっていくのがやっぱ良さそうやね。昨日、吉生ぶっ倒しました、でも。お、いいね。あの吉生を。あの吉生。うん。なんか余裕したわ。5-4でした。ギリギリやんけ。あ、でも、5-4で勝ったん？ 5-4 で勝ちました。え、めちゃ、その、4-5で今まで負け続けたのが、ついに。やっちゃいましたわ。俺、ゼロストが、最終試合になって勝ってんの一回見たことないから。あの、練習、あれじゃなかったらいけるんですよ。大会じゃなければ。いやいやいや、対戦会でももう、2-2 とか3先の2-2とか5先の4-4な時に毎回負けちゃってたから、だからそれさえ勝てばゼロストってあのめちゃくちゃ勝ってるはずなのよ。まあ確かにリーサルミスの匠ですからね。そうリーサルを絶対最後ミスって、だからでもそれはちょっとあれやな、一皮むけたかもしれんな。まあむけた可能性あるな。うん、そこで勝ったのはすごいな。だってあの前のさ、俺と対戦してた時もさ、はい、めっちゃね、勝ってるからね、あれ。あの、見捨てなかったら、普通に。あの、リフティングの方行って見捨てましたもん。あ、そうそう、とかとか。じゃあもう、勝ったってことでいいですか？いや、それは違うんだよな。それは違うんだけど、まあ、できてたら勝ってるよねっていう。確かに。じゃあ、先生、お願いします、今日は。はい。どうしましょう。ランクを見るか、うん。まあ、トリマランク見るか。あ、OK です。もう、きついきついあん。なんかその攻めがうまくいってないな、どっちかっていうと。まあその、ゼロストーンの今の負け方って、はい。まあ攻められてきついとか、体育が出なかったっていうふうに思うと思うねんけど、はいはい。俺から見ると、攻めでダメージ取りたいのがきつい。うん、あ、橋ついてっても確かになんか、そうそう、橋も全然ダメージ取りたい。もっと、てか、もっと投げたいねんな。オッケーです。もっと投げますわ。うん。そう、投げ。わかんないんで、大事で。いや、もうね、そういう、それ中段もいいんやけど、はい。小細工だよな、でもそれ。小細工か。いや、まあ、いいんやけど、でもね、本流やっぱ投げないよな、剣は。いかに投げるかをね、ちょっとこれからは頑張ってほしいね。シャミシャミパンチだね。そうっすね。もっとなんか何が何でも投げる。そう、なんかね、ねちっこさがないよな、なんか、ゼロストの攻め。なんか、あ、もういいですっていう、なんかね、去り際がなんかね、潔く去ってくれんのよな、ゼロストの剣って。なるほど。なんかもっとうまい剣ってもっとなんかね、すっごいネチ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 なんか投げてくんのよ。どうにかして。時戸さんとかめっちゃネチっこいですか？まあ、まあみんなだね、でも本当にうまい剣は。今のとかもなんかね、バリエーションめっちゃ多いな、やっぱ投げに来る。はいはいはい。でも今のとかはもうね、前ジャンプされたやん。ちょ、もうちょい。それ手首良すぎるな。前ジャンプしても後ろに投げるとか。はいはいはい。はい。なんかもうどうにかして投げて。そう、ああ、まあそれでもいいけど。ああ、まあそれは OK。なんかちょっと投げ抜け多かったんで、ああ、そう、指名しました、今は。OKOKOK。それは OK。まあ、それは OK。でもねちっこい剣は、様子見しながらもう一回投げてくるからね。指名して、相手が何もしてなかった投げみたいな。とか、ね、そういう。そう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 。
あ、そう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 。ああ、そう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 。あ、それさ、今、こいつ、この感覚、この勝ち方をして。このクソ投げたから、そう。来たみたいな。ああ、腹立つって、打ってきたやん。確かに。これ、剣はこれやから。オッケーっす。この勝ち方、マジで、大事なの。ちょっと俺、性格良すぎましたね。あのね、2回投げるの大事だから、剣は。オッケーっす。剣に2回投げるときの、もう、つまんなさやばいから、このゲームの。ストレスやばいか。うん。そのストレスをかけるのが大事。で、剣に対して、はい。1回投げをしのげたら、だいぶ楽になるのね。うんうん。うん。ハイジさん、俺、性格良すぎますかね。まあ、もっと投げた方がいいな、そう。オッケーいいよ。ちょっと集中できない。いや、集中して。そう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 。あ、そうそう、それそれそれ。今のも、もう様子見した後にまた投げに行くみたいな。オッケーです。うん。オッケー。おお、おお、うまっ。これリーサルだ。おお、リーサル。てかリーサル判断はマジ相当いいな。あざます。いやでもちょっと剣っぽくなってきたわ。あざます。とにかく投げて。オッケーです。ちょ、ねちっこくいきますわ。ねちっこく、ねちっこく、本当に剣は性格変えます。はい、腹立つキャラですね。いいよ。ねちこく、ねちこく。そうそう、今、今のいい。今のねちこさいいよ。これも、これそろそろ前で投げられたくないからもう。ほら、オッケー、そう。え、あ、だ、もう全部台無しだわ、今。何事ですかね。オッケー、よし。あ、でもね、今のね、今の良かったよ。今のねちこさ、今のねちこさ良かった。オッケーです。切れた、うん、よー、投げろー。くそー。はーい。お、いいね、いい攻め。攻めが良くなってきたよ。だいぶ良くなってきた。よしよしよし。うん、今、ねちこいですか？ねちっこくなってきたね、だいぶ。よし。はい。うん。打っちゃおうかな。いいんじゃないですか？バックジャンプな。おい。出せよ、うん、出せ出せ、おい。お、知ってます、その関係。もうそれやめようか。どれ、そのなんかその中段重ね、そのしょうもないしょうもない。うん、それやめようか。今しょうもないって言いました。だいぶしょうもないね。しょうもないってか、そのね、いや、もう当たってないんですよ。でもハイチェンさん、この前食らってましたよ。いや、でも、勝ってないやつ。あんまり強くないね。微妙か、これ。いや、強くないってか、結局、まあ、だから、なんやろな。そうだね。あんまりうまかった、相手がうまかったらあんま当たらないよねっていう。普通にさっきみたいなやつは、なんか、前ジャンプして一例が良かったなっていう。はい、バーンと。なんか、ちゃんと二択に行く方が大事なのね。基本は、